NTT 日本電信電話株式会社ネットメイト D64-278 号にファン NTT が INS ネット回線のために初めて製造販売した ISDN 専用電話機器券ターミナルアダプター INS ネットは日本の NTT の電気通信サービスの登録商標である国際的には ISDN と呼ばれる技術規格を採用しており、2本の B チャネルと1本の D チャネルを電話用の2本の導線で重層伝送する INS ネット64と23本の B チャネルと1本の D チャネルを1本の光ファイバーで伝送する INS ネット1500の2つのメニューがある。かつては INS 回線と通常の アナログ加入電話回線では加入者線が収容される交換器が異なるために移行時には必ず電話番号が変更となった。アナログ回線から INS 回線への変更時に同番移行が全国で可能になったのは1997年4月末のことである。 この後も INS からアナログへの同伴移行はアナログ INS 同伴移行を行った回線をアナログ回線に戻すときのみ可能であったが2002年9月2日に全回線で可能となった余談だがかつてのボーダホン 3G から ISDN 回線に初越した場合呼び出し音が異なっていたことがある三鷹市 武蔵野市で ISDN の実用化試験で使われていた DM1021 系電話機特紙7988号2版、Y インタフェース回線の ISDN 回線で動作するため現在の ISDN 回線では利用することはできない。旧日本電信電話公社によって1970年代から独自の研究が行われていた。 コード情報通信システムと呼ばれ1984年、三鷹市、武蔵野市で、現在のものと互換性のないワイ,インタフェースで、実用化試験が行われた。ちなみにワイ,インタフェースでの INS 回線は、回線構成が1倍とプラス 1D で通話と同時に、ファックスの送受信が行えないなど不便があったため、デジタルで通信を行う以外は、 旧来の電話と機能に変化がないため現行の i インタフェースの ISDN 回線では回線構成が2バイト D になったらしい。1988年4月19日に旧 n t t によって INSnet64、INSnet1500 の商標で i インタフェースによる商用サービスが開始され、1998年の NTT 再編後は、 NTT 東日本、西日本から提供されている。大阪市中央区淡路町にある NTT のビルには、明日への通信 INS 発祥の地昭和63年4月の石碑がある。また、2000年代に入りたの電気通信事業者のサービスも開始された。登場当初はバーチャルコール方式パケット通信による、 大型コンピュータなどのパケット通信網へのアクセスなどから利用された。簡潔送信であるアメダスクレジットカードの信用紹介などにパケット通信特有のデータ量による課金体系であることを活かして使用された。また、INS ネット1501回線で23本の回線が取れることを活かしてインターネットサービスプロバイダのダイヤルアップ。 接続用アクセスポイントの拡充に使用された。NTTME の MN128 双方1995年12月に低価格のターミナルアダプタ MN128 と BUG の共同開発が発売されたことが引き金となり、翌1996年に入ると日本電機やオムロンなどから低価格のターミナルアダプタの発売が相次ぎ価格が急速に低下。 さらに深夜時間帯の市内、隣接地区の特定番号への通話が定額となる、テレ放題サービスの開始もあり、それに伴いインターネットへのダイヤルアップ接続用途で、個人や中小企業向けに一気に普及した。また企業では、校内交換機が比較的高価になるが、INS ネット1501回線で23本。 INS ネット641回線で2本の電話回線が取れることからアナログ電話回線を多数引き込むよりも電話加入券や毎月の回線使用量が安くなるため多数の外線電話を束ねる用途でも普及した2005年度末に734万回線であった契約数が2018年度末に214万回線となった大企業では 1990年代の公衆網と専用線との接続の自由化による外線本数の減少、交換設備の維持費の問題や料金の安い IP セントレックスの普及によって非常用通信の確保のための最低限の回線以外が解約されるようになった。i イナンバーダイヤルインで電話、ファックスそれぞれに番号を与えて一つの ISDN 回線で兼用していた中、小事業所では複数回線対応の例 ABJ 番号のプライマリ IP 電話への置き換えが進んでいる。同線の加入者線で高速、常時接続、定額料金のインターネット接続の可能な ADSL が2000年代に入る頃から普及し始め、加入者線の共用ができるアナログ電話回線に、 戻したり CATV FTTH も含めたブロードバンドインターネット接続による IP 電話への移行が増加し減少している。またプロバイダにおいても前述のブロードバンドインターネット接続の普及によってダイヤルアップ接続用のアクセスポイント回線がナビダイヤルを使った全国共通番号回線などの形に移行されて縮減されており 通信事業用の ISDN 加入も減少傾向にある。2024年1月に固定電話網が NGN へ移行する。加入者宅内工事はなく、契約手続きは不要で、電話機、G3FAX 等の通話モードは継続して利用可能である。また INSP についてもサービスが継続される。ただし、付加サービスでは短縮ダイヤル。 キャッチホンディスプレイ、ナンバーアナウンス、電話番、初着信専用、20番号、トリオ本、なりわけが提供終了する。ビル電話は、IP 電話のグループ内通話定額、着信用電話、初着信専用は、コ内交換機の機能で置き換えが必要である。デジタル通信モードは、オール IP 対応端末、または変換アダプタ接続で、 ISDN 専用端末を使用へ移行することが提案されている。2027年頃までメタル IP 電話上のデータ通信を提供する新濃度の加入者 ISDN 電話回線収容装置を IP 変換アダプタで変換して中継 IP ルーターに接続するものであり ISDN デジタル通信モードより 通信速度などの品質が低下する。2011年6月には ISDN からの乗り換え向けに安価なプランのフレッツコーライトが開始された。NTT 東西のサービスである INS ネット64では2チャンネルの同時通話が可能であるため、追加番号サービスと合わせて電話回線日本分の代わりとして、電話用とファックス用などとして、 小規模事業所などが活用しており、これらを光電話に移行させるには、料金面で INS ネット64の事務所向け料金よりも、低廉なサービスを提供する必要があったためである。2012年5月には、ISDN 専用電話機等を光電話で使えるようにするネットコミュニティ VG230i も販売開始された。年月より、 INS ネットの廃止の申し込みに合わせて、フレッツ光を申し込むと、初期費用が割引されるようになった。2018年11月30日をもって、フレッツ光提供エリアにおいて、フレッツ ISDN の新規受付を終了した。電力系通信事業者では、INS ネットに相当する品目を10社中、沖縄通信ネットワークを除く9社が導入した。 北海道総合通信網が2006年9月30日、東北インテリジェント通信が2010年4月、北陸通信ネットワークが2004年5月26日、中部テレコミュニケーションが2015年9月30日、エネルギアコミュニケーションズが2011年3月、ST ネットが2011年3月31日、 九州通信ネットワークが2013年12月20日にサービス終了した。例 ABJIP 電話を提供していない北海道総合通信網北陸通信ネットワークが総務省から割り当てられた市内局番を返上している。KDDI ではドライカッパを用いたメタルプラス電話やパワードコムフュージョンコミュニケーションズから引き継いだダイレクトラインなどのサービスで INS ネットに相当する品目を提供していたが、メタルプラス電話は2016年6月30日、ダイレクトラインは2015年9月30日に、それぞれサービスを終了した。この他日本テレコムや、平成電電も INS ネット相当のサービスを2005年時点で提供していたが、これらも2020年現在はすでにサービスを終了している。 ありがとうございます。